はい、行きはタクシーで、帰りは歩いて徳島駅まで行きます。徳島駅の真前のホテルに荷物を預けてますので、ちょっと寄ります。これあんまり入らんじゃな、スマホは。ありがとうございます。この列車は特急
渦潮16号高松行きです。車内は全車禁煙です。客室内及びデッキ、トイレでのタバコはご遠慮ください。車内での携帯電話のご使用はあらかじめマナーモードなどに切り替えていただき、デッキでご使用ください。This is the 渦潮 Limited Express bound for 高松. Please do not smoke on this train. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you. 治療やな。データインや。高松行きです。車内は全車禁煙です。客室内およびデッキ、トイレでのタバコはご遠慮ください。車内で。電車を2つ行くように追いかけるように。
るのかな。私が左に曲がりすぎてんの。鳴門線の方がまっすぐやったけど、もう見えん。
この区間だけ指定を受けたらほぼグリーン用と変わらなくなった。やっぱりバースデー切符はグリーン用を使うべきだった。ケーブルの跡も見えんな。これ4両ぐらい繋いじゃった。ケーブルのアニメーター
こう走って向こうは、あ、ここかよ。向こうは平地を走って、転がって向きよったまたペットボトルが撮影の邪魔をされた。ということで、また交差してる。これ琴平本線だ。丸亀、多度津、観音寺、川之江、伊予三島、新居浜、伊予西条、入川、今治、伊予北条、終点松山に停まります。終点松山は17時24分、松山には17時24分の到着です。お忘れいたしました。まもなくの発車となります。ご利用の空いている動画が全て閉まります。ドアフィーのお客様、閉まるドアにご注意ください。高松バスと次、坂出に停まります。50分になる。あのワンマン乗り方がよう分からん。ワンマンの乗り方が意味よう分からん。岡山行って新幹線で帰ろうか、止まって。岡山行きたいの？あ、さっきの線路と分かれるところみたいな、さっき交流すんとこ打つ線があって、出てたより早い、出てる。
も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。予算線特急石槌15号松山行きです。途中の停車駅と到着時刻をご案内いたします。この辺で離れる。次の境で15時4分、宇多津15時12分、丸亀15時18分、多度津15時23分、関門寺15時38分、まだ分かる、川之江15時49分、伊予三島15時53分、新居浜16時10分、伊予西条16時18分、新居川16時31分、今治16時44分、伊予北条17時11分、終点松山17時24分、松山には17時24分の到着です。車は途中の宇多津まで3両つなぎで運転いたします。それも分かれた。宇多津から先は岡山方面から参ります。特急潮風号をつなぎ8両つなぎでの運転となります。列車は前から6号車7号車の順で、一番後ろが8号車です。分かれちゃった。8号車は指定席です。分からんかったな。手洗いの設備は6号車の後ろよりと8号車の前よりにそれぞれございます。車内は全車禁煙です。おタバコをご遠慮ください。車庫がある。携帯電話は着信音をマナーモードにしていただき、車内での着信音、通話、動画の再生音などは電気でお願いいたします。次は境出に停まります。でね、私は切符の配信を行っておりません。なお、発車の1時間ほど前から発車直前にかけて、東急券、指定席券をお買い求めいただいたお客様、また座席をご移動されているお客様に関しましては、切符を拝見させていただく場合がございます。切符の拝見にご協力くださいまして、ありがとうございました。まもなく境出に着きます。お出口、右側です。ドアから手を離してお待ちください。いい席でよかったな。次は、宇多津に停まります。グリーン切符や、そうですよ。そう思えばいいよな。一個ずつなんでしょ。ちっちゃいな。ちっちゃいな。先列線いいよ。駅です。次は宇多津に停まります。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。リニューアル車両行き間違いよったもんな、車たち。線路変わる。ご乗車ありがとうございます。次は宇多津に停まります。 The next stop will be 宇多津。まだあれか。もう分かれたのかな。あ、高速道路と違うの。あ、ここで分かれるのか。
で分かる。次の向かって特急塩風15号松山行きをつなぎます。ほらほら、デルタ地帯。 We will soon make a brief on that. 線路が出る。 This train will be coupled to the 潮風 Limited Express Down for 松山。 Thank you. これ真ん中に降りてくるはず。この高架が下に降りてくる。またかっち。大変だ。車の到着後に車の下着作業を行います。車までもう少々お待ちください。車の見に行かんでいいや。この間と降りていくシーンを。降りてくんとこか。すごい急勾配や。貨物とか大変だよな。
ベランダ。まもなく列車通しつなぎます。つなぐ際足元を揺れますのでご注意ください。地方のドアが開きます。ご注意ください。リニューアル車両の指定席はいいな。ロッキーサブの指。特急電車石井口潮風15号松山駅です。お待たせいたしました。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。フェリー予約しようかな。予約ダメだ。ダメだ、いかんけど。問い合わせかけたんやけど、返事も返ってこない。クーがパパパって名前書いてくれ。
そうじゃん、ね、もう。東急松山駅です。閉まるのにご注意ください。いつまでこの効果、ハドスまで続くのか。ハドスまでこの効果続くのか。砂利が一本ね。松山行きです。次は佐渡津に停まります。佐渡津忘れ物のないよ、お待ちください。じゃあまた忙しいな。いつまでか下に降りちゃう。多度津です。堀口左側3番乗り場の到着です。特急高知行き14番乗り場15時50分各駅停車全通寺琴平方面川行きです。同じく4番乗り場15時59分各駅停車各間高瀬方面川本行き3番乗り場15時54分の連絡です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。佐渡津駅約2分遅れて到着をいたします。本日列車の到着遅れましたことをお詫び申し上げます。佐渡津の次は観音寺に停まります。ほら、あの SL があったとこ。あれと思ってさ、降りよ。あれのグリーン車も乗り心地がいいですよ。もうパラパラ。東急松山行きです。次は川の井に停まります。閉まるドアにご注意ください。ドアから離れてご通行お願いいたします。
仲良くなっちゃうな、全部が8600以外だな、よかったな、俺乗れてな、これ乗れてよかったね。特急松山行きです。閉まるのにご注意ください。あれ車両じゃないと予約でき、でも解除しようフェリーな。もしかするとの記念館でね、吊り橋が見えてる。ご乗車ありがとうございます。次は伊予宝城に停まります。 The next stop will be 伊予宝城。 Thank you。ちゅうことはあれが大三島かな、うさぎ島から見えた。確かあの球場はあったな。ここまで拡大線でも見える。山並海道は、あれ見えになった。しまなみ海道に繋がっちゃう。これ見えてきて、見えてきた。仕事あり、今治造船か。ほらほら、しまなみ海道の橋と見えた、見えなかった。
JR。 ブルブルしてる。いい音です。いい音です。平行してる。あ、ちょうど来たでしょ。もう降りるの？なあ、せっかくいい車両だったのにな。松山に着きます。降りが注意、左側は1番乗り場の到着です。乗り換え列車をご案内いたします。3番乗り場から17時33分、同じく各駅停車、海線経由、長浜経由の八幡浜行き、3番乗り場から17時54分の連絡です。車内に忘れ物、落とし物なさいませんでしょうか。座席回り、網棚の上、横お確かめの上、お降りください。今日も JR 四国特急潮風石槌15号松山駅ご利用くださいましてありがとうございました。まだのご利用お待ちしております。今日は特急券集めたな。ギリギリや。理解が。しかも待ってもおろうか。あら、石槌からはきついわ。今回はハプニングだらけ。
多いな、八幡浜やっぱ。八幡浜住んでる人が多いんだよね。通ってる人が多いんだな。天神のラレーですね。九州や。残念やったな。深夜便の方が四国やった。あとの深夜便が四国やった。23時に着くのは。ちょっと待って。これで拡散で。3番かな。何やもんや。置いてかれ。連絡したけん。連絡してくれたけん大丈夫。よいしょ。大丈夫。よっかしょ。問題だけん大丈夫。ゆっくりでいいよ。こんにちは。ありがとうございます。さっき寄り口こちら右の横になります。はい。はい、どうぞ。上行こうか。あ、そっか。もうスタンプ押したけいいな。スタンプ押したけいいな。あれ？ない。ないや。アンケートないや。ここにあった？あ、これか。あ、違う。ないや。
きり。よかった。バイバーイ。四国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 バイバーイ。